ありがとうございました。はあ、クレープ屋でバイトって可愛くていいなとか思ってたけど、思ったより大変。食品扱うのってちゃんと注意してやらないとだし、それにやっぱり接客って気を使うから疲れるのよね。全員がいいお客さんってわけじゃないし、どうしよっかな。このまま続けるか、それとも別のバイトを探すか。いらっしゃいませ。ミリオンクレープにようこそ。あの店員さん、私クレープ食べた方がいいと思いますか？変なお客さん来た。あのですね、私クレープ大好きなんです。でもクレープってカロリー高いじゃないですか。だから息吹にも止められてて太るよって。でも自分へのご褒美ってあった方がいいと思いません？知らんがな、とは当然言えないのよね。そうですか、確かにちょっと罪悪感ありますよね。そうなんです。店員さん、私クレープ食べた方がいいと思いますか？そうですね、食べてもいいんじゃないですかね。ですよね。私は店員なんだから当然食べてくれた方がいいわけだし。うん、店員さんが言うならしょうがないよね。私のせいにしようとしてる。じゃあこのウルトラデラックスパフェのチョコソースを。あれ、期間限定ダブルストロベリーソース。ああ、期間限定メニューもとってもおすすめですよ。って言うしかないよね、店員としては。店員さん、私チョコソースの気分で来たのに、ダブルストロベリーソースも食べろって言うんですね。ん？じゃあチョコソースとダブルストロベリーソースで。2つでよろしいですか？はい、店員さんが言うのでしょうがないですよね。いえ、私はありがとうございます。罪悪感を全部私の負担に。お店が儲かるなら別にいいけど。チョコソースとダブルストロベリーソースか。ねえ店員さん、他におすすめはないんですか？え？ワクワク。バナナトッピングがおすすめって書いてありますね。そうなんですね、それならバナナトッピングで。はあ。いやー、私は食べたくないんだけど店員さんが言うから仕方ないですよね。いえ、無理にとは言いませんけど。え、そんな、いえ、無理にとは言わないだけで、もちろん食べていただけた方が助かります。助かる？私人助けしちゃってる。人助けというか、経済を回していますね。やったー、クレープは地球を救う。よし、罪悪感消えてきた。店員さん、チョコソースとダブルストロベリーソース、それにバナナとアイス、トッピングで。さりげなくトッピングが増えた。クレープ、クレープ。変な人だけど、すっごいクレープ好きなんだな。こんなに喜んでくれるとこっちまで嬉しくなっちゃう。もう少しバイト続けよっかな。クレープ。